情報は欲しいけど、さてどこから手をつけたものかしらね。手当たり次第ってわけにもいかないし、教祖さんのことを聞いて回ったら怪しい人みたいですもんね。ガスト、世界中を旅してたんでしょ。知り合いとか友達とかいないの。ガストは孤独な一人旅をしてたんですの。友達なんていないですの。知り合いか友達か、そんな都合よくいないよね。もしかしてユニちゃん。ユニちゃん、ゲッ、ネブギオ、ゲッて、ゲッて言われた。言うわよそりゃ。何突然私の目の前に現れてんのよ、あんたは。それは私が聞きたいよ。なんでユニちゃんがリーンボックスにいるの。あんたには関係ないでしょ。教えてよ、知りたいよ。わかったからそんなにジロジロ見つめないで。あんたと似たような理由よ。シェアを集めて少しでも力を得ようとしてたの。この国なら女神もいないし簡単かと思ってね。で、うまくいってるの。正直さっぱりね。特にここ数日は全然ダメ。まったく犯罪神崇拝の規制解除なんて正気の沙汰とは思えないわよ。しかも女神が最も信奉すべき教祖から交付されたんだもの。この状況で女神を信じようなんて人間はほとんどいないわ。そんなにひどい状況になってるですね。まあだからっておめおめ諦める気はないんだけど、この国のシェアは全部私がもらうんだから絶対邪魔しないでよね。ユニちゃん、行っちゃった。ここでも教祖ね。いよいよもっと怪しくなってきたけど、